気に入っていそうだな。結構性に合って。今日はここで休む。おい、目的地はどうなったんだ。焦らなくても逃げないよ。そういう答えは聞いていない。これさ、5人で旅行状態だよね。ないわ。ひとまずテントを立てるか。いや悪いけど俺外大嫌いなんだわ。金は俺が出すから、あっちのモービルキャビンで休もう。いいね、なんか旅っぽい。旅ですからね。おや、俺の写真じゃないか。ああ、嫌だったら言ってください。いやいや、全然構わないよ。この顔を忘れないよ。私はカンナギの血を引いています。母と同じように。私はカンナギの血を引いています。母と同じように。皆さんに平和を。私はカンナギの血を引いて。どこへ向かわれたんだろうな。何も心配はいりませんよ。少しでも痛みが和らぐと良いのですけれど。ルナ、フレーラ様。命を育みし星よ、人々を闇よりお守りください。申し訳ありません。すぐには無理なのですが、何日かすれば。なんという。ありがとうございます、ルナ・フレーナ様。ルナ・フレーナ様、今朝村を出てようやく。お辛いでしょう。はい、いえ、本当にありがたいことで。では始めましょう。町でかくまってやりゃよかったのに。本当だよ。俺ん家来いってな。なあ、神さんが追い出すわ俺。ノクト、オートに戻ってからも鍛錬を続けろよ。なんだよいきなり。結婚後は世界から注目を浴びることになんだろう。え、そうかな。グッドモーニング。あ、いらっしゃい。どうもありがとうさん。ここから先は簡単に。あのメテオを動力になんてよく思いついたな。メテオって普通に近づけんの？巨神がメテオを受け止めた時、一部が砕けて飛び散った。使われているのは周囲で見つかる欠片の方だ。でけえのは今でも巨神が支えてんだろ。ご苦労なこったな。肩も凝るだろうね。その分ダスカ近辺の巨神やメテオへの信仰は厚いと聞く。実際あの下ってのはどうなってんだろうな。かなり暑い場所へ入ることになるが、カメラは大丈夫か。ああそうだね。隕石の炎なんて言ったらどうかな。壊れても買えはねえんだろ。車に置いてっか。いや持ってくよ。せっかくメテオの近くに行くんでしょ。
巨神の姿も見えるかもしんないし。写真に収めなきゃ気が済まねえ。置いてって取れないより持ってって壊れる方が後悔しない。かっこいいのって思うと思ってる。ああ頑張れ。イグニスのメガネって熱は平気なの？おそらく問題ないと思うが。ダメになってもそんなに困んないだろう。極端に悪いわけじゃねえしな。え、そうなの？まあないと何も見えないわけではないんだ。だったら普段取っとけば。いやそこは違うんだよな。はっきり見えねえと気分が悪いんだと。まあぼやけているのは好きじゃない。はあ、やっぱきっちりしてんだね。イグニス、運転席以外って気分どう？恐ろしい。恐ろしいの？昔の王子の運転を知っている身としてはな。そりゃどうも。本でも読んでろ、気が紛れるぞ。うん、そうだな。だが今はいい。だいぶ不安なんだね。ついたよ。嘘じゃねえだろうな。俺がいつ嘘ついたかな。基本嘘っぽいっていうか。ま、信用ならねえな。おーい、俺だよ俺。ここ開けて。え、開いたし。ほら、一緒に来てよかったでしょ。こう見えて俺顔が広いんだよね。神様はこの先にいらっしゃるよ。帰るの？無事に君たちを送り届けたからね。それじゃごきげんよう。奇妙な男だったな。できれば二度と会いたくない。あ、すっごい嫌ってるね。あの人って神話に詳しいのかな。結構知ってる感じだよな。